ジャンバティスト・アルバン・ジョゼフ・ジャンバティスト・ロラン・アルバンは、フランスのコルネット奏者、指揮者、教育者、ピストン式コルネットの最初の巨匠である。バイオリンの名手パガニーニに影響を受けて、コルネットの技巧的な奏法を開拓し、コルネットが、真のソロが来たり得ることを証明した。フランスのリオンに生まれる。1841年から1845年まで、パリ音楽院にて、 フランソはドーベルネにトランペットを指示。1857年、エコールミリテールのサクソルンの教授に推薦され、1869年にはパリ音楽院のコルネットの教授になる。その時の生徒にメディフランカンがいる。1864年、グランデメトドコンプレット・ポアー・コルネット・アピストンズイでサクソルンを出版した。現在、アーバン,キン,ン教本としてよく知られる。 この教則本はトランペットのバイブルとも呼ばれ、未だに多くの金管楽器奏者が練習に使用している。また、ベニスのシャニク肉祭による変奏曲は現在コルネット独奏の代表的作品として残っている。ベルリオーズは幻想交響曲の第二楽章、舞踏会にコルネットの技巧的なソロを追加した改訂版を残している。このソロは、 あるンのために書かれたと考えられている。ありがとうございます。